ピラープロリーグレギュラーシーズン第30節。この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。コンディションはこちら現在曇っているんですが、後雨という予報になっています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ゲームが始まりました。ジュビラープロリーグレギュラーシーズン第30節。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、まず立ち上がりを迎えます。中村、フランクス、アンデルレヒト、今日ここ5試合毎回得点を挙げているチームとの対戦となります。この得点力は脅威に違いありません。ルメちゃん、タツタ、フランクス、リズムを刻む、仕掛けるか、シュート、プレッシャー、ボールを追いかける、ここはファールです。キーパー前へ蹴り出します。アンデルレヒトは先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドをシュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。素早いパスで攻め上がっていきます。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。ダンテリゴ、もう一つ前に行きたい、ここで受ける、こぼれた。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはシーズン5ゴール目となります。アンデルレヒト先制ゴールが決まります。1対0。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、コースのバランスをうまく取っていかないといけませんよね。アウェー側としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。中村、チャレンジしたところ、これはファウルではありません。さあカウンターを仕掛けます。スペースを狙う、来た、かわす。さあゴールに向かっていく、
ここを拾って次につなげたい。アンデルレヒト、中村、ドルーズボール、ディフェンスをものともしません。開けましたよ、シュート。同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。詰まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。ここはドリブルで上がる。おっと、アウェー側としては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ダンテリーゴ、激しいボールの奪い合いです。ボールのこのパス、縦へのボール、長いボールを送ります。ルメちゃん、ボールがつながる、スルーパス、シュート。いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。ここで前半が終了しました。前半から得点が動いています。1点ビハインドという状況で前半を折り返しました。守備をしながら入ってのトリック、追加点取られてしまいまして差が開いてしまいましたね。ジュピラープロリーグレギュラーシーズン第30節、それでは続けて試合をお楽しみください。後半スタートです。アウェー側としては早めにペースをつかんでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。どうしたんでしょう。さあここでカウンター、フランクス、エースを狙った、これをカットします。ダンテリーゴ、ボール入るか、裏へのスルーパス、ヌメちゃん、ここで前を向けるか、この柔らかいパス上げてくる、どうだ、組み立てながら攻め上がっていく。
中切り込んでいく、大きく縦へ、フランクスカウンターを仕掛けます。ファールありません。アンデルレヒト、これは奪い返します。ボールを下げてリズムを作るか、大きく縦へ、抜けてくる、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。アンデルレヒト、ここでベンチが動きます。上げてくる、しっかりと抑えました。ナルセ、スルーパスを出す、裏へ届くか、アンデルレヒト、ここクリアで難を逃れます。メンバーチェンジがあるようです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アメリカとしてはシュートは打ってるんですよね。この時間帯で決めて終盤での流れを変えたいところですよね。交代の枠はまだ2つ残しています。激しいボールの奪い合い、これはファウルではありませんでした。フランクス、さあここから持っていく、最終ラインまでボールを下げる、ガライ、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。スペースを狙う、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。スルーパス、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。ここをかわした、シュート、ここに来て同点です。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。キーパーの動きを見てどう動いてくるのか、イメージを沸かせて狙ってきましたよね。正確なタッチが要求されるシュートでしたけどもね、うまかったですね。今シーズン初ゴール、選手交代のようです。これで今日のゲーム面白くなってきました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。ボールの場合は激しいものがあります。これはファウルです。イエローカードです。激しいボールの奪い合いです。倒されます。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが、注意に終わっています。
ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。スローインをカットします。チャレンジはしません。後ろに流す。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ロングフィードで狙う。柔らかいボール、ここはキーパー処理しました。キーパーから前線へ。試合終了、1対1、勝ち点1を獲得しました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか？アウェー側としては追いかける展開で始まった後半になりましたが、うまく自分たちのペースに持っていけましたね。プレー自体も安定してましたから、気持ちの切り替えがしっかりできていたってことですよね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ジュビラープロリーグレギュラーシーズン第30節、両チームともに勝ち点1ずつ分け合っています。